こんにちは。今どこにいるんだ？これは山の中にいます。なんかね、水の音とか綺麗で、川の音が今聞こえる方に来ました。あはははははの配信をしようと思うんですが、ちょっとね、また笑いながら歩いてると危ないので、あはははははと言いながら。あははは、曇ってるんですよ。そしてここはなんと柿がいます。柿ちゃん、あれ、柿しゃがった。柿はあっちだ。こっちは栗です。栗がいます。栗さんです。あははははは、栗さんと笑う。あははは、こっちはいっぱい結構もう実が落ちてる。あははははは、はね、ありがとうございます。ねえ、今日は古民家に泊まって、あそこのちょっと遠くに見えるあれ、あっちじゃなくてこっちだ。見えないかな。あれ、泊まったところが見えない。宿に泊まってました。で、今日は夜行バスで帰るんですけど、はあちょっとね、ここ広いから、これお庭なんですよね。お庭というか、これ遊んでいいんですよ。これ笑いヨガの研修を前やってですね、ここで5日間泊まりがけでセミナーをやったことがあって、今回はね、娘を連れてきました。とっても綺麗なとこなので、で、川沿い清水が流れてて、今もうお蕎麦屋さんをやってて、週末はね、で、平日は宿をやってるんですけど、今回特別に土曜日に泊めていただいて、今もお客さん来てますね。お蕎麦屋さん、すごい美味しいんですよ。十割十割そばで、こっちにいたら静かでいいかなと思って来ています。ここはね、お花が、ちっちゃいお花がいっぱい咲いてて、さっき見てたら蜂がいっぱいいました。蜂が、黒い蜂とか大きい蜂とか、ミツバチ、ちっちゃい蜂とかいっぱいいました、ね、自然の中で、あはははははは、ってこんな感じで、あ、栗が見えてる。見えますか、栗。こんな感じです。よいしょ。ちょっと今11時だから、お昼の前の深呼吸。ヒガンバナもいます。ね、川がね、結構沢っていうのかな、川っていうよりもあって、ずっとさっきお散歩してきたんですけど、もう1時間以上日焼けしたかな。こんな山の中です。昨日はね、神社からお送りしましたけど、途中で電気が切れてですね、よいしょ、こんな感じで流れています。もみじがね、いっぱいあるから、秋はすごい綺麗なんですよね。今はそう、ちょっとこういう橋を渡って、あ、ジュリちゃん、おはよう。山の中にいるのよ。今からあの木の橋を渡って、ちょっと真剣に渡るんで前私ほら転んだじゃない、配信してやがらだからちょっと真剣に歩くね。あー、リンコさん、すがすがしい秋の空気が伝わってきます。ありがとう、秋さん、ハロー。リンコさん、ありがとう。よし、こんな風に、よし、無事に渡りました。でね、ここでセミナーを前やったの。ここで朝笑った。すごい気持ちよかったの。笑いヨガして。
で初めての人もいらっしゃったので、ご主人がついてきてね、講座にご主人もねちょっとやってもらっちゃったんだけどね全然普段笑わないのに笑っちゃったって言ってたでこれがわらびが生えてた、わらびもね作ってたんですよね、ここだから。わらびが今もう伸びきっちゃってる、わらびたちがね、います。前はねここで蜂を飼ってたの、だから蜂の箱があったんだけどもう今なくて、ここね、ここ綺麗なの、ここ綺麗じゃない、ふかふかです。鳥もいるし、はい、あ、ティーナさんが見てくれてる、ハローティーナー、 Thank you for watching。 あ、ウドノさんもいてくれたんだ、さっき、ね、こんな感じの山陰の山の中からお送りしました、ありがとうございます。綺麗だよね、本当にこの光の具合が素敵。ここでリンコさんとか歌ったら素敵なのにな。愛になろうとかね、愛になったら生まれ変わる、生まれ変わる、そう歌いたくなるの、ここ、昨日は神社に行ったので結構ノリトとか歌ってた ね、歌いたいですよね、ここいいですよね。私は最近あの阿波歌っていう歌を歌ってて、あの赤マハマナってやつの、そこで歌ってみる、これうん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 って言ってる歌ってみよう。赤ハマナ息ひに感じ、ありがとうございます。あ、おりもさん、あさこさん、ちょっと今ノリと歌ってみたわ、あははははね、今日よかった、インターネットつながって、こんな山の中なのにインターネットがつながってすごいな。よいしょ、川のそばが本当に癒されますね。よいしょ、あ、みすずさん、ひろみさん、ありがとう。よいしょ、ね、なんかここで本当にピアノとかね、本当はピアノ持ってこれないけど、こういうとこで弾けるといいよね。音がこう自然の、ピアノって自然だもんね、考えてみたら木でできてて、そういうのとこうコラボレーション ね、ありがとうございます、りんこさんね、泡の歌いいですよね。もう自分の、作った CD の最初と最後に勝手にあの泡の歌、もうなんだろう、即興で歌って入れちゃったんですよ。結構自分では気に入っています。ではまた橋を渡って帰りますThank you.
なんか実はこれね、向こう今まっすぐ行ってぐるーっと回って帰れて折れたんですけど、前来た時3年前は今行き止まりになってて、橋がね危険だから渡っちゃダメになってたんですよ。だからね向こうまで行けなかったの、途中で帰ってきました。マキさんの笑顔と自然が感じれて元気出ます、ありがとうございますね。自然ね中で、あはははは、でも本当にね、あの喜んでれば喜びが喜び連れて喜んでやってくるみたいな感じですよね。本当に今日あのお泊まりしてる宿の、おかみさんがすごい素敵な方で、笑いヨガ のリーダー養成講座をね受けてくれたティーチャーさんが紹介してくれたんですけど、でその宿で笑いヨガのねティーチャートレーニングをやったんですよ、マンツーマンで。すごい良かったの、鳥取の方にしたのかな、鳥取かな、そう3年前にここでね養成講座したの、ティーチャートレーニング。ああそうそう、でまた3年ぶりに娘を連れてきました、この宿、宿っていうかお蕎麦屋さんなの。だから今お蕎麦屋さんのお客さん来てて、私たちはちょっともうお泊まりから終わりなんですけど、もうちょっと家させてもらってて、お蕎麦を食べて帰ろうと思ってます、夜行バス乗って。よし、すごいね、さっきも話してたんですけど、あの時忘れ清水屋さんって言って、時を忘れるぐらいのこう清水が流れてる宿で、ぜひ皆さんも鳥取、島根、どっちなんだ、鳥取県日南町っていうところにあるの、よかったら来てね。あ、久子さん、いつもありがとうございます、朝日や夕日の動画ありがとうございます。今日はちょっと私が山の中にいるので、山の中からお送りしました。はあ、またこれあのシェアするので後でまた見てくださいね、ここのこのお蕎麦屋さんの宿で、すごいね、もうお客さんたちいるんだよね、縁側に座ってお蕎麦食べる感じで、お客さんがいるので、もうね予約でいっぱいのお蕎麦屋さんです。はあ、あ、ゆうちゃん久しぶり、ありがとう、元気、今日ね島根県にいるよ、よいしょ、はい、では今何時、私たちもねお蕎麦を食べて今度は、海の方に行きます。マキさんこんにちは、素敵な自然がいっぱいのところ、あ、ありがとう、北海道、なんかいつもあの大自然のありがとうございます、景色をねありがとうございます、ジュリもありがとうね。ね、またあの自然の中からお送りできればいいけど、もう本当久しぶりなんでね、旅に出たのが1年ぶりね、県から出たのが1年ぶり、なんか1年ぶり違うね、12月だね最後はね、うんうん、またね、またまた皆さんいろんなとこで笑いましょうね、あはははははは、前みたいな歩きながら配信すると転ぶんで、マキさんね最近やってませんけど久しぶりにやってみました。でも怪我してもね、もう治ってます、3ヶ月したら治ってます。穴に落ちたんだもんね、まあ、そんなこんなでいろいろありますけど笑っていきましょう、ありがとう、あはは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 、あ、まゆみさん、まゆみさん、今ね水の音を聞かせてたのよ、もうドロドロしてる、まゆみさんも北海道から聞いてくれてんだよね、ありがとう、久しぶり、あははは、もうね、ほんと自然がいっぱいのとこに来れてね、よかったの、栗の木がいっぱいあってね、栗笑いできるよ、みんな栗笑いってしない、なんか栗の木を落としましょう、あはははは、みたいな、ほら栗がいっぱいあるから栗笑いできるよ、栗だよ、栗の木だよ、栗を、これ絶対美味しいやつだよね。でね、蜂がいっぱい飛んでるの、虫とか蜂とか、こういうところにいたらもう絶対健康だよねって話をしてたの、
ありがとうございます。そんなこんなでよし、なんかね、笑いヨガのご縁でここを紹介してもらったから、本当に3年ぶりに来れて嬉しい。そう、栗の木ばっかりなの、ここ全部、ここにもそうだし、これ植えてるんだよね、栗の木を収穫するために。ここのね、オーナーさんが素敵なんだわ。笑いヨガのリーダーさんなんだけど、でちゃんとね、施設とかで笑いヨガしてくれてるの、忙しいのに嬉しいよね。だからなんか本当に笑いヨガの輪が広がって、わはははです。わはははは、栗の木は楽しいよね。ね、みんなで栗踏みましょう、痛い痛いとかするんだよね。で、栗を切って栗の中を取って潰してお塩砂糖入れて栗キットを作って、みんなでクイクイってやって、おん、はい、どうぞ。美味しいよね。おほははは、おほははは、おほははは、はい、イエーイ。クマ出そう、そうそう、なんか出そうなの。やったーやったー、イエーイ。やったーやったー、イエーイ。なんかね、あんまり夜はね、行かない方がいいよって言われた。でもいろんなものが本当にあるから、イノシシが昨日来てた。ワンちゃんが吠えてたもん。イノシシはいる。本当にいっぱい。電話が前は繋がらなかったの。3年前来た時は電話繋がらないから、町まで連れてってもらって電話してたの。でね、マキさんが必要そうだったからって Wi-Fi を入れてくれてます、今は。なので皆さん Wi-Fi 使えますので。ね、あの、期間限定でしか空いてないお蕎麦屋さんなので。クリキンと美味しい、ありがとう。なんかね、あの、蕎麦打ちの方がね、男の方がいらっしゃるんだけど、冬の間はここも雪がこのぐらいになるから、あの、もう閉まってて、その蕎麦打ちの男の方は、イケメンなんだけど、あの、私より1個上なんだけど、私の初恋の人と同じ名前なんだけど、その人が、お酒を作るとこに行ってるんだって、作家、なんて言うんだっけ、あれ、作家、さっき、リンコさんと同じ、あの、お酒を作るお仕事をしてるの。リンコさんのお家そうなんだよね、確かね。だから、酒粕とかね、この間焼いてくれたの。今年はなかったけど、すごい美味しい。そう、昭和なの、すごいの、もうお家ね、ほんと、またあの、Facebook とかの写真載せるので見てね、いろりでご飯食べたの、ゆうべは。今日はだからその方が、もう一生懸命、今日は朝4時から作ってる、とわりそば、十割そばをいただいて、また帰って、あ、帰らないんだ。鳥取に行って、友達に会って、また違う友達、生徒さんに会って、温泉入って帰ってきます。夜行バスで。そう、そうそうそう、リンコさん、そうなの、酒蔵で、あの、バイトっていうか、酒を作る人のバイトをしてるんですって。うん、だから酒粕を送るよ、とか言ってた。ね。冬の間はその仕事をして、他の時はもうなんか蕎麦打ちもセンスだよって言ってた。うん、40歳から蕎麦を打って今18年目で58歳なんで、なんかすごいすごい真面目なの、すっごい真剣なの、楽しいよね、そういういい、なんか自分のやれる仕事が見つかって、でここのね、お客さんがこんな山の中なのに遠くから来てくれるから、すごいありがたいって言ってた。そう、リフレーフレッシュなの、フレッシュフレッシュフレッシュ、タンタンタン秋の扉を開けて、ありがとうあ、でも本当に電池がなくなるね、電池はどこ、あんまりなくなってる。ではでは、ありがとうございました楽しく過ごします。今日はあの、夜行バスの中で笑いながら寝ます。ありがとう。あはは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 。またね。皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。あははは。蜂がめっちゃ飛んでる。もう蚊も刺されて、もう痒くなくなった。痒くなった、終わった。もう痒いの終わった。すごいね。じゃあね、ありがとう。バイバーイ。どうやって終わるんだ。これだ。バイバーイ。